巨人、筒香加入の期待と不安。ジャイアンツを自由契約となっている筒香嘉智の巨人入りが有力視されている。2019年オフにポスティングシステムを利用してレイズに移籍、その後独立リーグを含む7球団を渡り歩いた大砲に巨人が白羽の矢を立てた。筒香と阿部慎之助監督は共に左の強打者として打撃論など現役時代から交わしてきた中、現在チームは開幕前にライトを予定していた新外国人のルーグネット・オドアが退団、ベテランの梶谷隆之は左膝の違和感によりファームで調整中、丸義弘もコンディション不良に見舞われる事態になっており、日米通算223本塁打の左の大砲は補強ポイントと合致する。アマチュア球界に対しても独自の視点からたびたび提言を行い、自身で球場を建設するなど高い視座を持って野球振興を進めており、人間性も含め高く評価されている。巨人フロントもこの度、獲得意思を認めるなど、巨人筒香誕生は秒読みとなっている。かつては侍ジャパンの4番も務め、米国では独立リーグも経験と豊富な知識で若い選手に勉強となることも多そうだ。一方で懸念される材料としては、2020年からの4シーズンを通してメジャーでは通算18本塁打と期待された爆発力は示せなかった。150キロ超の速球対応に苦しんだこともあり、最近の NPB でも150キロ超えの選手が増えてきている中、5期ぶりの日本球界復帰でアジャストできるかが注目とされる。筒香をめぐっては、古巣の DeNA も獲得意思を示しているが、こちらは1、3塁をタイラー・オースティン、昨年の首位打者宮崎敏郎が守る。外野においても開幕から2試合連続弾を放つなど躍動している黄金ルーキーの渡来ルーキー、かつての首位打者佐野啓太など実力者が占めているとあって、実質戻ったとしてもポジション的には厳しいと見られている。現実的には DH が良いのではないか。代打専門では受けないと思う。オドアの代わりで、ポジションは外野になると思うが、頑張ってほしい。筒香が活躍できるかはちょっと疑問はあるが、5番に筒香いたら怖いな。それなりにやれても大活躍は難しいでしょうね。ダメ元で単年契約低年俸が妥当。もう全盛期はとっくに過ぎていて、あとは下がる一方でしょ。読売に入ったって脅威にはならない。巨人に入って、どこ守るの？代打の切り札ならわかるけど。おい、米ファン。なんでよりによって巨人なんだよ。出場機会があるとしたら、巨人になるよね。岡本メジャー移籍の伏線かな？ジャイアンツからジャイアンツに移籍。どうぞ巨人で頑張ってください。変な外国人よりはいいのかな？巨人はない。DeNA 行きたく。断言する。相変わらず欲しい欲しい病は変わっとらんね。筒香が巨人に入っても巨人は B クラスだから。この先のこと考えると、そこの球団じゃない。スタメンで出るなら、横浜よりも外野が決まっていない巨人に行くんじゃないかな。おそらくスタメンで使われるだろうし。